けどこれが完成した時に正直に言うとまだ出せるレベルではないのよ。ストレートに言うと自分の実力をまだちゃんと理解できてないのかなっていう。こんなに大事な動画だったらそもそもペイペイの編集者に全てを託すべき素材ではないのかなっていうふうには思っていて、一言で言うと舐めてんなと思う、俺に対して。やっぱりマツコさん最近こう、まあ、動画作ってないのかなと思ってなんか最近さ、その仕事に対してのさやる気があんまりなくて今。珍しい、一番珍しいじゃん。打ち合わせ一回上でいける？最近働き始めた二十歳の大学生を急遽呼び出した松葉。その理由は動画の進捗状況を全く報告しないことに対する怒りだった。あとどれくらいで終わるの？あともう本当に砂さんのワンショットが撮れれば、でそれをちょっと編集してつなげれば完成できそうな感じです。でも完成って言ってもあれでしょ、俺のチェックが終わってない完成だから完成ではなくて。そうですね。でも俺の記憶によるとさ、これさ2日で終わりますって言ってなかったっけ？火曜と水曜。うん、今日何曜日？今日は木曜日です。で終わってなかったってこと？はい。なるほど。納期が過ぎてもほぼ未完成の状態、さらに報告もなし。ここで松葉が詰める。標準には終わるの？標準には終わります。ちょっとチェックは後でするとして、前提1個伝えるとしたら、現状ができてないことがあって、それがほうれん草なんだよね。なんか黙々と一人でやるのは全然いいんだけど、一応チームで今一つのスケジュールをさ、前でも LINE で言った通りさ、今やってかなきゃいけない状況の中で一方がないっていうのは結構致命的にやばい状況だから、まあそれはさすがに大学生でもできるなっていう、一方を入れるっていうことは。で俺がさ、やっぱ逐一さ結構口うるさく聞くのも分かんないから、状況がまだその一人で仕上げれるクオリティではないじゃん、レベルが、はい、でそこの信頼もないから俺は。だから逐一共有してって言ってるけど、それがないからさ、それはなんでなのかなっていう疑問が生まれて、そこを聞きたいんだよね一旦。大学生には学生なりの理由があるようで。火曜日水曜日で仕上げるって言ったんですけど、それはもう大学の講義中にやろうと思ってたんですけども、その大学のそのネット環境っていうのがあまり良くなくて、そもそも大学の講義中にやるのが間違ってるんですけど、家でもなかなか時間が取れなくてっていうので、今回このような感じになってしまって、それもその都度そういう連絡をするべきだったと松葉さんのおっしゃる通りそう思いますね。そのネット環境がなくても編集はできるんじゃないの？その Wi-Fi がダメだったのかわからないんですけど。なるほど。え、プレミアはね関係ないよ多分、 Wi-Fi 飛行機でも使えるから。大学生の言い訳に呆れる松葉、ほうれん草の重要さを伝える。この報告は絶対に欲しいから、絶対守ってほしいから、そこは、はい、これがもっと大きい案件になってくるとクライアントとか挟むと、もうこれがミスになるんだよね、もう、はい、上がってこないですみたいな。だからこれは本当に絶対直してほしい、もう癖をつけてほしい。ここからさらに松葉の怒りがヒートアップする。起承転結を受けた時にさ、一ブロックずつさ、できたら聞いてっていうのをさ何回か言ってるけどさ、それをさ一回か一個俺にさ、その相談しに来ないのは何だろう。絶対にするマストでするべきことなのかっていうのが自分の中であまり定まってなかったというか。現状さ2回やり直しをしてるわけでさ、じゃあこれで今さ俺がチェックしてさ、やっぱダメだわってなったらさ、またやり直しになるじゃん。それってしんどくない？はい。だからそこをお互いしんどいし、このままじゃ永遠に動画が上がんないから、こうワンブロックずつ見てその場で修正していこうねって俺は話を伝えたと思うんだけど、それは伝わってなかったってことじゃん？いや、伝わってました。伝わっていた上で報告はできてなかったです。じゃあこれでさ、俺かつて今動画に妥協しないから言うけど、これでもう一回じゃあやり直しってなったらどうするの？それはやり直し、そうするしかないと思います。まあ、やり直しするのはもちろん前提の話なんだけど、現状今自分の、まあ、何が伝えるかというと、自分のやり方をやって2回失敗してるわけじゃん今。だったらやっぱやり方をちょっとずつ変えないとずっと失敗し続けるんじゃないかっていう。
まあ、いくらそのプロマネをもらったからといって、いくら他の動画をいっぱい見たからといって、やっぱその1日2日で独学で学べるほど、うちのレベルってそんな低くはないと俺思ってるし、仮にめちゃめちゃ自分がもう経験あってやってきましたとかであるならあるけど、別にもともとはもう初心者なわけじゃん、数ヶ月前まで。はい、っていう状況で、その、本質的に言うと、なぜその失敗しながらもやり方を変えていかないのかなっていうところに疑問があるんだよね。その一個の案として、じゃあ俺に聞いて、一個ずつ修正しながらやっていこうよっていう案を出したと思うんだけど、そこの本質的なことを理解してもらえないと、多分ずっとこのままになると思うんだよね。ずる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 。で、今に、このポップアップのボールを持たせてから多分もう10日以上経ってて、はい、現状俺も、口うるさくは言わないよ。その納期じゃここまでだからねとかは。それはまだ、なんとか余裕を保、ギリギリまだ保ててるのよ。逆に裏で違うのを進めて、フォローできるような状態を作ってるから、今好き放題やらせてあげてるけど、さすがにこれも、今チェック出してダメだったらもう無理よ、多分。もう多分、俺とか一平が血腹しかないのよ。さすがに。ずっとこんなポップアップの動画に時間かけれないからさ。自分のやり方にこだわる大学生に対して、痺れを切らす松葉。っていうところをちょっと直してもらいたいなっていう。そのさ、一人でやりたいっていうのはやっぱりなんかプライドとかがあるの。なんかそこは素直に聞きたいんだけど。若干あります。それはやっぱりやってやりたいっていうのか、それとも一本作って自己満にしたいのか、それとも周りに僕これやりましたよっていう認められたいのかとか、いろんな感じあると思うけど、それで言うとどれなの？やっぱりプライドというか、そういうものはやっぱりあって、起承転結の逐一部分部分で報告するっていうのも、その一度一度でもちろんアドバイスもらっていくっていうのが一番いいと思うんですけど、ただそうなってくると、なんか自分で作ったものっていうよりかは、ベイさんや松葉さんのアシストをもらって出来上がったものっていうふうに僕の認識ではなっちゃうんで、そこの部分のやっぱプライドっていうものが、まだ自分はまだ初心者ではあるのに、そこのプライドが邪魔をしてっていうのが正直ありました。なるほどね。まあ、そこのエゴはすごくいいと思うの。クリエイターとしてのエゴは大事にしていってほしいし、なくさなくてはいいと思うんだけど、ストレートに言うと自分の実力をまだちゃんと理解できないのかなっていう。前回そのもちこのポップアップのさ、始まる前のやつの動画2本くらい自分で作ったじゃん。で、あれで本当に俺と一平は、あ、素直に1本目でここまでできるのはすごいなとは思ってる。だからちょっと期待した部分と試練を与えようと思って、今回ポップアップ任されたと思うんだけど、あそこでなんか無意識に、あ、自分ならやれんじゃねえかっていうちょっとした勘違いが生まれたんじゃないかなっていうのは、なんかちょっと思っちゃった俺は。もちろんその聞くことか聞いたことで人が助けてできた作品で悔しいっていうのはもちろんわかる。けどまだそこを、でも言うても現実的にはさ、一人で完成できるほどの実力がないわけじゃん。ってなるとやっぱ聞くしかないじゃん。で、聞きながら悔しいっていう気持ちを何度も何度も心の中で抑えて、いつか見返しちゃうからなっていう気持ちでやっていくから成長していくんじゃないかなとは思うんだよね。現状今は本当一人で突っ走ってる感じするよ、今のままだと。はい、で、それは俺あの LINE でもちゃんと伝えた。やめてほしいっていうのは今。プライドが邪魔する大学生に対して、厳しくも優しい言葉を投げかける松葉。大学生の心情は果たして。僕としてはあのポップアップの動画を満足、全く自分の中でできていなくて、その悔しさがいわばバネになって、今こういうプライドが生まれてしまっているっていうのが本音です。なるほど。そのおっしゃっていただけてることはすごく理解ができて、僕自身も納得してこれから先やっていこうとは思っているんですけど、でもそんなに大事な動画だったら、そもそもペーペーの編集者に全てを託すべき素材ではないのかなっていうふうには思っていて、ただ自分も入社した以上そんなことは言ってられないので、それを心にはちょっと思いつつも編集はやっていたんですけど、せっかくなら一泡吹かせたいっていうのがやっぱプライドとしてあって、そこでそういう松葉さんにご注意いただいたその一報がないっていう件も、そういうプライドが邪魔をしてそういう連絡を取っていなかったっていうのはあります。誰にも相談せず挑む3回目の動画チェック。試行錯誤した大学生の動画は果たして松葉に通用するのか。例えばこのままカットした時に、これカットした場合ね、はい、したらここから
もう2もう1個来るじゃん、はい、じゃなくて、今やばいやばいってちょっと多分視聴者の人は思うから、もうちょっとそれを煽るような演出をしないと。そこまで演出を盛り上げるためにやったってことは、この後の結果もそれなりにちゃんとした答えを出さなきゃいけない。ただこれだと弱いんだよね。あれ意外と怒んないみたいな、意外そんな感じで終わっちゃうの、はい、っていうのが起きちゃうから、それをワンショットで追加する。でちょっとそこでパワーワードを引き出せるようなインタビューをして、ここに挟み込むと一個のそこの場面のそこだけの起承転結ができるっていうところが、編集なんだよね。ただできた素材に音 BGM とかテロップを足すんじゃなくて、そこの一部分だけで起承転結も作れるっていう。そこから約1時間松葉による動画チェック、褒めることもなく終わった。その結果、いやどうしようなけど、これが完成した時に正直に言うとまだ出せるレベルではないのよ。一旦お願い、明日の状況見てもう一回決めるわ。からちょっと頑張って。はい。以上です。ありがとうございます。マネジメントの難しさを痛感する松葉。大学生に松葉の思いは届くのか。一言で言うと、舐めてんなと思う。俺に対してやっぱり。そんな1日2日でやっぱり守れない。でそこに対して多分彼の言い分はあると思う。認識が甘かったですか、分かってなかったです。だから全てはだってさ、一言聞けばいいだけじゃん。自分からごめんなさい、納期ちょっとあの時まだよく分かってなくて、もう一回教えてほしいですとか、やっぱ一言言えば言えるわけじゃん。それすらやらないってことはやっぱ舐めてんだよなって思っちゃう、俺のこと。納期を守れないのが繰り返すのあれば、彼に編集を任せることはもうしなくなると思う。完全に管理体制のもとストレスを与え続けて、やばい、ちゃんと納期守んなく気持ちよく働けないっていう風に思わせるのが多分最終手段だと思う。やりたくないけどね、俺は。けどそこまでしないと治らないっていうのはそこまでするよ。なんか厳しく指導してる理由としては、一人の社会人として見てるから、大学生であろうがうちで働く以上はみんなと同じ風に見てるから、そこはなんか大学生だから二十歳だからって言って甘やかせるつもりはないっていうのと、まあ、一方がないというか、その基本的なことがまず何もできてないから、それはやっぱり他の会社さんとかに行くことになった時にすごい多分恥をかくのは本人 で怒られるのも本人だから、今のうちにやっぱり上の人が正すっていうのは彼の幸せのためなんじゃないかなと思ってるんで、基本的には甘やかすつもりはほぼないんだ、ああいう風な感じになるんですけど、僕の中では正直厳しいとはそんな思ってなくて、で動画に対してもこだわりがあって、やっぱり今一本じゃ手を抜いてあげた時にそれがうまくいく保証っていうのはないし、そこまで僕らもすごい力があるチャンネルではまだないから、やっぱ一本一本手を抜けないっていう状況ではあるから、それをやっぱ本人にはもっと理解してもらいたいっていう、それくらいうちのチャンネルは厳しくストイックに手を抜かずやってるっていうことは伝わってほしいなって思いで、ああいうふうに言ってるね。イエーイ、沖縄着きました。でもこれあったら大丈夫じゃない？僕トリートメントも入ってるし。うちも持ってきた。あ、そっか、私も持ってきました。お薬したらストレートアイロンしなくても髪サラサラになりますもんね。ちょっと待って待って、なんでみんな持ってんの？トラベルキット、もうトランプで買った。うーわー、ミスった。私も買えばよかった。100ミリは持ってきてんねんけどな。フーコビリーチもしまくってるしな。海も入るからオクトリートメント入ってるトラベルキット欲しいわ。ネットでも買えますよ。え、マジ？はい、10月1日から EC でも販売開始するんですよ。最高やん。10月1日速攻買おう。今回は一緒使おう。やった。でも足りますか？3、4回分は入ってるんでいけますよ。おお、最高やん。この旅もそんぐらいもんね。めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。沖縄楽しみます。イエーイ。ございます。おはよう。今日はどこに行こうとしてるんですか？今はこれから、はい、撮影の下見に行きます。
撮影会場か。撮影会場下見に行きます。なんで今日行くかっていうと、はい、近々ちょっと大きい撮影が控えてて、はい、普段はね下見とかしないんだよね。予算が結構かかったりとか参加人数が多いものに関しては、はい、事前に行ってまず場所の確認とその場所までのルートの確認して、で会場を見て、で会場のどこにカメラを置くかとかも大体ちょっとイメージして、それをまた後日ミーティングでみんなに共有して、でここはいいかダメかっていうのをね判断してるんですよ。実は最近大きな仕事が増えてきているので、一つ一つの準備を念入りにする松葉。これって最初例えばテーブルをこうずらしたりしてもいいんですか？テーブルはもう固定です。いい動画を作るためには妥協をしない、仕事に対して常にストイックな男のはずが、僕最近こう弊社入社して松葉さんを見てちょっと思うことがありまして、松葉さん最近こう、まあ、動画作ってないのかなとちょっと思ったんですけど、どうしたのかなっていうちょっと気になって。あ、心配してくれてるのちょっと心配しちゃいましたなるほど。いや、なんか最近動画を作る気力がなくて、なんか自分でもまあね結構さまよってて、俺の中では2つあるかなと思ってるんだよね、うん、今自分の中で引っかかれてるんだね。引っかかるっていうか、こうなんでこう無気力になっちゃったのかなみたいな。1個がマネジメントに時間を注ぐようになってから、なんか動画作りがあんま楽しくなくて、去年は1人やってたから、まあ、自分で考えて自分で作ってた。だからもうその動画作りだけに時間を注げたからやっぱ楽しかったです。でも今は人帰ってきてその人たちに教えたりとか、そっちに時間を費やしていくと嫌いではないんだけど、やっぱりすごい気を使うというか、だからそこに気を使ってなんかいつもの何倍も力を使っちゃってるから、動画に注ぐ力がなくて、それがなんかずっと繰り返していくとめんどくさくなっちゃったんだよね、もうね。設立当初から常に YouTube を最前線で楽しみながらやってきた松葉。しかしチームが大きくなり責任感が増していく中、その楽しさが失われていたのだ。松葉くんの YouTube 力、全ての YouTube 力がここまであるっていうのは知らなかったから、うん、びっくりだよ ね、うん、その企画構成編集、編集すごいってみんなよく言うけど、うんうんうん、そうじゃなくて企画構成が一番すごい、うんうん、プレッシャーがあったりだとか不安と言いますか、何かあるんですかね。プレッシャー自体はまあ、今一平とか、せなくん動画を作って出したりはしてんだけど、最近せなくんがさ、1本出した動画がすごい再生数が伸びてて、なんかやっぱ自分自身ドキュメンタリーで10万再生以上を出すっていうのにすごい苦戦はしてたので、なんか投稿本数をそれなりに確保しながら質の高いやつを出すっていうのが現状のチーム人数じゃ結構厳しかったの。一時期俺と一平2人だったから、それでやっぱ妥協しなきゃいけない部分はいろいろあって、すごい妥協しながらやってる中でせなくんがああいうのポンと出した時になんかやばいなみたいな、自分としての立場がなくなるというか。で一平もさ、俺の結婚式のドキュメンタリーとか作ってくれたりしたけど、やっぱそれね再生されてて、引っ張ってる立場なのに下の方が結果を出してるっていう。で俺自身も出してないわけじゃないと思ってるんだけど、まあ、なんかさ、この1年間チャンネルを作ってきたのは自分っていう自負はあるけど、なんかそれってもう過去の話だから、今の状況で戦えないとそこで結果出せないとやっぱ意味がないなっていうのがあって、なんかそこがすごいプレッシャーはあるなっていう。いつも前向きな松葉だが、会社での存在価値にも少し不安を抱いていた。なんだ、別に自分がいなくても回るんじゃないかって思う部分は最近ある。会社としての立場がなくなってるんじゃないかなっていうのはちょっと思う。コメント欄とかでもよく役員の器じゃないとか役員に向いてないってすごい来るんだけど、これ多分役員の器ではなくて、割と自分の描きたいものを好きなように描いていいものを作りたいっていうのがある中で、役員としてって言う時に、じゃあ役員って何なんだろうと思って最近すごい悩んでて、俺さ、たまにさコメントでさ、そのなんかまさば役員じゃないみたいなコメントに対してたまに返すの、すいませんみたいな、じゃあ役員って何か教えてくださいって返すんだけど、ちょっとたくさん答えてくんないの、その後なんでですかね。まあ、分かんないんだと思うんだけど、まあ、でも確か役員ってなってる人にしか分かんない部分はあると思ってて、もっと言うとじゃあリーダーの器とか人を引っ張る人物像とか、もっとなんかそこら辺まで何なんだろうって最近すごいいろいろ
疑問に思っちゃって、じゃあ俺にもあるべき姿ってどこなんだろうみたいな。1年前はひたすら目標に向かって泥臭く進む松葉だったが、チームのトップになって先の見えない荒野に入り、目標を失ってしまっていた。不器用だから本当にゼロか100しかできないから、クリエイターっている間は尖ってはいたいの。尖った方がいろんなアイデアが生まれるし、やっぱり妥協しないものが作れるから。けどそこにマネジメントをする自分が入ると、なんか柔らかく剣に中和して中途半端になっちゃうんだよね。尖りもできなく優しくも慣れきれてないんだよ。この間の中途半端にいて、もここの挟まに今ねハマっちゃってる。自分が部下の立場の時ってすごい黙々とできるんだよ俺は。じゃあ動画一本作ってくださいって言われたら、もうそれだけをずっと作るわけじゃない。ひたすら自分の入れたいものを入れてさ、まあ、言ってしまえば責任取るのってさ、上司だからさ、それがさ変な風にこけようがさ、責任取ってくださいみたいなのを極端に言うと言えるじゃん。上の方に立つと常にもう進まなきゃいけないじゃん、トンネルを掘り続けなきゃいけないじゃん。この今もう疲れて止まっちゃってるからトンネルで、みんなそのトンネルついてくるわけじゃん、うん、制作者としても中途半端だし、クイーンとしても中途半端だから、やっぱり良くないっていう自分の中で方向に走ってて、なんかだん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 それがモチベーションが上がらないというか、前ほどしやってやるよっていうものがあんまないんだよね。かなり悩んでいる様子だが、誰かに相談をしていないのか聞いてみた。まあ、うちの奥さんにはちょこちょこ話はしてるんだけど、会社のメンバーは誰もしてないよね。とかできないと思う。それはなんかなんでだろう。だってさ、まだ中にはさ言えないじゃん。そんなこと言ってるやつなんてさ、嫌じゃん。まあ、背中のもちこラオスに関しても、今こう会社がさバーってこういい方向を目指してる中で、そんなことを言って一人だけなんか輪から乱れるっていうのは、なおさら会社での存在意義がなくなるというか、良くも悪くもさ承認欲求が強いからさ、人から褒められたいとか認められたいとか必要されたいっていう部分は俺はもちろんあるし、嫌われてもいいっていうのは世間体にはあるけど、やっぱ自分の好きなメンバー、会社メンバーとかから嫌われたくないから、やっぱ気を使う部分あったりとか。勝手に好き放題をして仲間に裏切られた経験もあるからこそ、どうしても慎重になってしまう部分がある。あ、もしもし。この間さ、なんか今ストレス溜まってるわみたいなこと言ったじゃん。なんか最近さ、その仕事に対してのさやる気があんまりなくて今。珍しい。一番珍しいじゃん。なんかいや、なんか動画作るの好きなんだけど、最近その動画を作るのがあんま楽しくなくて。まあ一人じゃなくなっちゃったからね、大輝くん。大輝くん好きで動画編集しててさ。それが認められててさ、うん、すごい大工がのびのびできてる環境だったからさ、大工ってすごいやりがい感じてたしさ、うん、なんかあこの人生きて楽しそうなんだろうなって残れてるなって思ってたからさ、いいね、うん、だけどさ、あの一人じゃなくなっちゃってどんどん増えてきちゃうとさ、動画以外のことの方が大事になってきちゃうでしょ、うん、人間関係とかそれやってたらさ、楽しい動画の前にそれがわーっていっぱい来ちゃってるからさ、やりたいことが分かんなくなってきちゃったじゃない。松葉を隣で支え続け、誰よりも理解しているからこそ伝えられる言葉。今なんか松葉さんってどこ行ったか分かります？松葉さん、なんか上行ってたと思うで。上？うん、多分。だけどそしたら本当にどん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 さ、大事なものが嫌でも増えていっちゃうからさ、家族とかさ、どん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 一人になっちゃって、あ、ちょっと待って、傷ついちゃうとかなっちゃう。また後で言うわ。そうなんだけどもさ、なんか今俺がやりたいことじゃないんだよね、このその、まあ、やらなきゃいけないこととしてやってるけど、やりたいことではないから、まあ、かといって別にさ、そのじゃあ会社を辞めたいかって言ったらそういうわけでもないし、なんか熱量がないわけじゃないよ、大輝君は。そんなに自分のことその方に思うなっていう、大輝君は頑張ってないなんて思ってないもん、彼も頑張りすぎちゃっててないとか、まあ、なんか俺が今異常にさ敏感なだけなのかもしれないけどさ、なんか言いにくさもあるんだよね、その会社内でのなんていうのかな、気にしちゃったからじゃない、人間関係のこと言われて。でも大
大君が絶対大事にしてるんだったら絶対大丈夫だと思うよ。その代わり大君絶対大事にしなきゃいけないけどね。大事って思ってることをちゃんと伝えれればいいね。もうちょっと。何そんな分かるの俺のこと。いや分かんない分かんない。すごいね、でも優しいじゃん大君は。そうやって考えてるってことは気にしすぎちゃったんだよ本当に。人から言われて人の 目とかが気になり始めて、けどそれがなきゃもう今後どんどん進めなくなっちゃうから、この今を逃してほしくないよね。この電話で松葉が成長し続ける理由が少し分かった気がする。はい、じゃあね。はい、バイバイ、はい、頑張ってね。電話してたみたいですけど、お前聞いてたの？いやいや、聞いてないです。すぐ、下にいたので。本当か？はい、動画見たら分かるぞ、すぐ。いやいや、大丈夫です。うん、どうぞ、ずっと電話してた。いや、でもいい嫁だよ。なんか、本当にさ、さっきリタに言ったことを相談したんだけど、なんでそう思ってるかっていうのを全て的確に言ってくれるから、やっぱすごいなと思った。だからまあ、自分が解決したわけじゃないけど、なんか、どうしてこうかなっていうのはちょっと見えてきたから、まあなんか自分の中で私頑張りすぎた分はあるなと思ってたから、なんか俺って一回走ったらなかなか止めれないの。多分結構ねスタミナがあるから、休みの日とかでもやっちゃうから切羽詰まってたのかなっていう、なんか分かんないけど、まあ多分すぐまた復活すると思う。動画上がる頃には復活してると思うよ。一時的ななんか錯乱みたいな感じですよ。仕事戻るわ。うん、じゃあな。綺麗。